ちゃった。あれは多分海よね。どうしたのかしら。放課後の渡り廊下の真ん中で困ったように立ち尽くしてる。その前に立ってるのは少し小柄な可愛い女の子。きっと後輩の1年生？手に握りしめてたらしい綺麗な水色の封筒を差し出して、あ、一目散に走っていっちゃった。あれってやっぱり恋の告白？え、メリー！はーい。もしかしてずっと隠れて見てたんですか？そんな別に覗いてたわけじゃないわよ。ただこれから生徒会室に行こうと思って通りがかったら、たまたま。たまたまですか？そうよ、偶然たまたま見ちゃっただけ。見られちゃいましたね。でもみんなには言わないでくださいね。ほのかや小鳥に知られるとまたうるさいので。もちろん言わないわよ。学校一凛々しい我らが武道家の海ちゃん先輩が、可愛い後輩からまたまたラブリーアタックを受けて赤面してたなんて。赤面なんか私はしてない。ほらやっぱり赤い顔。可愛い海ちゃん、これなら後輩がアタックしたくなる気持ちも分かっちゃうな。それにしても噂には聞いてたけど、やっぱりモッテモテ海ちゃんなのね。これで2年になってからのラブレターは何通目？ラブレターなんてそんなんじゃ、何通目かなんて数えたこともないです。え、だってそれきっと絶対にお返事ください、待ってますとか書いてあるんでしょ。そうだ、返事はどうしてるの？海のお返事興味あるな。返事は、返事は書いてません。どうしてこの礼儀正しい海がもらった手紙のお返事を書いてないって一体どういうこと？私海相手ならこういう時、もしかしてものすごく麗しい筆書きの巻物のお手紙なんかもらえるのかもってちょっと期待しちゃったのに。ほのか殿、マイルって一言だけのまるで武士みたいな手紙とか、そっけないけど男前できっとすごくドキッとしちゃうって。ああ、これじゃあほとんど妄想か。もうこういうのは本当に苦手なんです。最初はもらったのがラブレターだってこともわからなくて、普通に返事をしてたんです。っていうことは、大好きな海先輩、どうか私のお姉様になってくださいっていうお手紙に対して、はい喜んでとか、こんな私でいいのならとか。それってだって最初はただ良き先輩としてお付き合いしたいって言われてるんだとばかり思っていましたから、それを拒む理由など私にはなかったんです。ほんと海真面目すぎ。でもそれじゃあ大変なことになっちゃったでしょ。はい、実際に大変なことになったんです。毎日手作りのお弁当を持ってきてくれたり、行きも帰りもいつも玄関で待たれていたり。それで結局どうなったの？結局そういう手紙をもらった全員にそれぞれ返していたのが発覚して、海先輩は一体誰のことが好きなんですかって問い詰められました。それは問い詰められても仕方ないわね。想像するとおかしすぎて私涙が出そう。笑いすぎですエリー。それで結局ラブレターには全部返事を書かないことにしたっていうわけか。はい、
それはちょっともったいなかったわね。ああ、面白かった。海、今日は面白い話をありがとう。楽しい話を聞いてるうちに1階に着いたから、私は生徒会室に行くわね。あ、ミューズの練習の方にもなるべく早く来てくださいね。全員揃ってないとフォーメーションの練習ができませんから。分かってるって。私は一番後から最近ミューズに入ったばっかりなんだもの。練習はしっかりやるつもりよ。ただ生徒会の方もまだ残ってる仕事もいろいろあるし。やだ、そんな不安そうな顔しないで。もうそんなに生徒会に未練があるっていうわけじゃないんだから。ただ真面目で一途な海と違って私は浮気症なのかもね。待ってますから。そうだね、海、楽しい話を聞かせてもらったお礼に、さっきもらったラブレターへのいい返事の書き方教えてあげる。え、いい？こう書けばいいのよ。好きって言ってくれてありがとう。でも私にはもう世界で一番大好きな人がいます。それは我が最愛の幼馴染、大阪ほわ、うわもう、何言ってるんですか、エリってば。それではまた変な誤解を。何よ、本当のことでしょ。いいじゃない、別に。きっと後輩もすごく納得してくれるわよ。ほのか先輩にはかないません。絶対に幸せになってくださいって。じゃあエリはそういう風に書いてるんですね。え、私知ってますよ。ニコが言ってました。エリは生徒会長だし、実は後輩にすごくモテる。この前も後輩がラブレターを持ってきてたって。それは。だからエリも書いてるはずですよね。ごめんなさい、私にはもう一番大事な人がいます。それは同じ3年の登場の。うわー、ちょっと何言ってるのそれ。ほら、私と一緒じゃないですか。ほんとね。もう女子校って大変。はい、なぜかいろいろ大変です。だからせめて私と海だけは噂にならないように、今日はここで別れましょう。じゃ、また後の練習でね。はい、